ね。4回目になります。第3ゲームまではお互いにサービスキープ。福井さん、はい、静かな立ち上がりという感じがしましたね。そうですね、優勝というのはですね、すごいことなんですよね。はい、この優勝はヨーロッパでの優勝というのはですね、はい、日本人としては男女を通じて初めてのものなんですね。そうなんですね、安定してきましたよね。はい、もともとグランドストロークには定評がありましたが、その安定感がさらに増してきたということなんでしょうかね。はい、オリンピックの時なのか、練習相手6-3、6-3で破りました。マレーは3姉妹の長女なんですが、勢いに乗って3回戦進出を決めている沢松。ラインジャッジの点と思いますね。沢松ややピンチです。大会が始まってからは毎日好天続きです。特に今日は出場したんですが、今残っているのは沢松選手一人だけになりました。まあ、去年がベスト16ですから、今年はなんとかあの夢の8入りをね。そうなんですよね、目指してもらいたいです。第6ゲーム、ありません。強い日差しがこぼれ落ちて室に入りました。現在第7、沢松この試合に勝ちますとベスト16と、はい、いろんなブレイクポイント、レイモンド現在5-5です。沢松選手は徐々にこう腰が降りてくると言いますかね、はい、アウトとジモンド、第1セットは接戦の末落としてしまいましたが、だが沢松のランキングが20位、レイモンドは65位ということなんですが、このランキングの差はこの試合を見ている限りほとんど感じることは低いんでしょうかね。これ悪循環ですね。ダブルフォルトをするたびにやはり次のサービスにプレッシャーが自分に、ここまでの2試合は